祖父に祖母、父と母、子供。ここの関係はいとこ。これはお嫁さん。お嫁さん、それはどういう関係なんだい？一緒にいたい相手。一緒にいたい。君が一緒にいたいといるべきだと思った相手。お嫁さんじゃなくてもお婿さんでも妻、夫、どう呼んでもいい。いわゆる配偶者のことだ。配偶者。一緒にいる、一緒に住むってことかい？すごくざっくり言えばかな。ラハブは僕のお嫁さん。私は違うよ。君は君だけのお嫁さんを見つけなさい。いいね？うん。いや、まあ、あの段階ではあれが最大の説明だったと思ってほしい。わかります。ラハブさんの努力はすごく。ありがとう。